これは茹でたてが美味しいので、よいしょ、あ、美味しそうです。こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、夏にも美味しい水餃子ご紹介したいと思います。鶏の水餃子ピリ辛黒酢だれというものになります。種をですね、鶏のひき肉で作って、あとしそたっぷり、ネギたっぷりで、さっぱりとつるんと食べられる水餃子になってます。で、ピリ辛黒酢だれっていうのが混ぜるだけなんですけど、これまた美味しいので、よかったらですね、タレたっぷりかけて暑い日でもつるんと召し上がっていただけたら嬉しいです。では材料の説明です。まず餃子の皮になります。大判のものを使っています。そして鶏ひき肉、長ネギ、青じそ、そして調味料が醤油、紹興酒、なければお酒で大丈夫です。ごま油、黒酢、砂糖、白いりごま、ラー油、そして万能ネギの小口切りになります。はい、まず長ネギをみじん切りにします。そして青じそもみじん切りにします。すいません、ちょっと息子が叫んでますけれども、しそを入れるとですね、すごく風味よく仕上がります。鶏肉とすごく相性がいいなと思ってて、私は、鶏肉の餃子の時には、焼き餃子の時にもですね、結構しそを入れることが多いです。ではタレの材料を混ぜ合わせます。お醤油、黒酢、そしてお砂糖ですね。今回きび砂糖を使ってます。普通のお砂糖でも大丈夫です。きび砂糖を使うとコクが出ます。そしてごま油、白ごまですね。そしてラー油を加えます。ラー油はお好みで大丈夫です。辛いのが好きな方は多めに入れたり、苦手な方はなしでも大丈夫です。そして混ぜ合わせます。すいません、ちょっと入れ忘れたんですけど、お水も加えます。で、お砂糖が溶けたら OK です。では種を混ぜ合わせます。まず鶏ひき肉、長ネギのみじん切り、そして青じそ、たっぷり野菜が入ります。お醤油、紹興酒ですね。なければお酒でも構いません。紹興酒入れると、すごく香りが良くなります。そしてごま油を加えます。こちらで手で練り混ぜます。あ、すごく紹興酒とごま油のいい香りがしますね。美味しそうな種、こう練り混ぜてですね、ちょっとお肉が白っぽくなって、粘り気が出てきたら OK です。では包んでいきます。皮に種をのせます。今回ですね、韓国餃子のマンドゥの包み方をします。その方がですね、種にタレが絡みやすいので、その包み方をします。簡単なのでよろしければやってみてください。まずこう半分にしっかりくっつけます。で、キュッと曲げて丸く整えてあげて出来上がりです。そうするとここにですね、タレが入ってすごく美味しく食べられます。では茹でていきます。鍋にたっぷりの湯を沸かして、紹興酒ですね、入れます。なければお酒でも構いません。そして茹でていきます。
中火でですね5分ほど茹でます。途中ですねそこにくっついてしまうことがあるので優しく剥がしてあげて茹でていきます。はい、では時間になりました。あげていきます。これは茹でたてが美味しいので、よいしょ、あ、美味しそうです。タレをかけていきます。美味しそう。そしてお好みでネギを散らします。こちらで出来上がりになります。はい、ではいい香りがしてます。熱々、鶏の水餃子ピリ辛黒酢だれいただきたいと思います。茹でたてがこれは美味しいので、ぜひ食べたそばか作ったそばから食べてみてください。いただきます。いや美味しそう。どうしようかな、ちょっとこれ大きいんですけど、これはね一口でいった方がいいと思います。美味しそう。このマンドゥのここのところにタレがですね入っていくので、それがそれと一緒に食べるのが美味しいんです。いただきます。水餃子って皮が茹でることで皮がもちっと仕上がって、これも美味しいですよね。一口ちょっと大きかったんですけど、今回大判の、餃子の皮で作ってるのでちょっと大きいんですけど、食べ応えがあってすごく美味しいです。でこのピリ辛黒酢だれがですね、またピリッと辛くてさっぱりしているので、ちょっと暑くなってきたこの時期にいいんじゃないかなと思います。つるつる食べられる。辛いの好きな方は後からオイラー油していただいてもいいですし、苦手な方はラー油の量を減らしていただいてもいいと思うので、そこはお好みで加減していただけたらと思います。美味しい。美味しい。とっても美味しいです。今回鶏肉で作ってるので、さっぱりとしているのと、ネギがですねたっぷり入っているので、それがまた、軽い味わいにつながってるかなと思います。ぜひですね暑い時期でもつるつると食べられるので食べてみていただきたいです。私個人的には水餃子大好きでですね、でも YouTube で前ご紹介したのがもうだいぶ前、何年も前なんですけど、これはエビを使ったですね水餃子ご紹介しました。よかったらそちらもご覧いただけたら嬉しいです。ちょっとだいぶ前すぎてちょっと恥ずかしいんですけれども、見ていただけたらと思います。あと、焼き餃子もいろいろご紹介してて、今回青じそも入れてますけれども、しそ餃子とかですね焼き餃子でご紹介してるので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。いやー水餃子つるつる食べれてすごく美味しいです。これからもですね季節に合った料理だったり発酵食品を使った料理もいろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。いやーブリブリ